はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。あれからね、2019年、5月に なったわけですね。でですね、いろいろね、研究を重ねましてバイナリーオプションで私でね稼ぐ方法というのはね、株のさや取引とちょっと違いますけども、同じようにバイナリーオプションでのさや取引、手法というのを私が発明しました。これはね私が作ったバイナリーオプション用のインジケーターからですね、投資をしまして、でそのインジケーターがですね勝率がだいたい単位になるんですね。そのシグナル通りでは勝てないんですね。しかしね、単位に近くなる、まあ100回に、5本分ぐらい負けていくというのが想定しておりますけれども、今週は今のところは勝ち越してますね。ということでね、まあもう200回以上投資してるんですね。で連続は受け付けないんで記録には残ってますけども、先頭の一個となります。でまあ30秒ぐらい間が置かないと投資できないようにしております。それで、ライブ投資では自動売買禁止なんですけども、デモ講座で自動売買でこの私の開発したインジケーターさや取引式のルールに従ってね、下に5本ぐらい落ち込んでから5本上に上がるまでね、頑張る、また損切りはさらに5本、だから10本ですね、落ちたら諦めるという投資戦術で毎週投資していけば稼げるということが今のところ4週目ですね、全部5本ずつ買ってますこの方式でね。で上がったり下がったりするんで利益がね、さや取引流ということでね、これを私が新しく生み出した戦法ということでね、下からサンプルがダウンロードできますけども全く同じものが毎日19時だけ、インジケーターが動作するようになってます。シグナルが出るようになってます。それ以外の時間はシグナルは出ませんが表示は出ますということで、このインジケーターの勝率が非常に勝つのは難しいんですけども、だいたい単位になるんですね。成績が勝負がつかないという具合になり、儲かんない。じゃあ、このインジケーター、ね、じゃあ使えないじゃないかって、その通り投資してて、稼げないインジケーターだったらね。ということでね、何でもなんか難しくなっちゃったんですね、インジケーターで。稼げないくなっちゃったんですね。それでね、よく研究したら、いつも上がったり下がったり、上がったり下がったりして、儲け出ないけども、その繰り返しが出るじゃないかと。したら下がった時にね、投資したらまた上がるって戻ってくるんじゃないかと。ね、チャンスがあるということが分かったんですね。で、さや取引流なんですけど、バイナリーオプションのね、これを私が考えついた戦法ですね、新しいね。これを大成功だと、思っております。まあ、これで、次回ジェット機が買えるんじゃないかと思いましてね、喜んでおります、こちらですね、こちらのインジケーターなんですけども、この通りね、金曜日の10日もうすぐ土曜日になっちゃいますね、夜の11時32分なんですけども、10日、月曜日から始めて6日から10日まで金曜日ぶっ続けてやって、成績がですね、1500円の勝ちですね、1回半の勝ちですね。
本番では20万ぐらいで投資しますのでね、落ち込んだ時に5本上に上がったらやめると。で、週に1回だけその落ち込んだところを見てね、一番落ち込んだところを見て5本は上がるまで稼ぐと。で、5本下がったら損切りで負けというふうな繰り返しでね、投資する新しい戦術方法ですね、これを見つけ出しました。で、こう、シグナルが開きましてね、こうシグナルが来まして、来ましたらね、今のところ6500円で、デモ講座なんで1500円勝ってるわけですね。今、先日のテストでやってます。デモ講座なんで自動売買やってますけれども、ライブでは禁止になってますので、手入力となりますけどね。ね、このように打っていって、もうね、200回ぐらい月曜日から投資してます。ね、で、一番落ちたのが、6本ぐらい落ちました。これからだから、マイナスね、6本、7本落ちたわけですね。だから、その時に見払って5本。で、上はね、1万4000ぐらいまで上がりました。で、今落ちて、ね、タイぐらいになっちゃったんですね。で、木曜日にそんぐらいになったんですね。1万4000ぐらいになった。で、また戻っちゃったんですね。で、この下はだから6本ぐらい負けてるわけです。7本ですね。7本負けてるんですね。ということですね。そういうような感じで。USDJPY。まあ、15秒ぐらいですかね、間がね。まとめて打てないけど、15秒間隔は打てるようみたいですね。で、今4500円ですね。で、今2つ投資されてるんで、ね、勝負は分かんないですけども、まあ、非常にね、安定性がありますね。